アシール・ロージェはフランスの画家である、新印象派の画家の一人である。オード県のエアチェンズの農家に生まれた。家は薬局も営んでいた。1876年からトゥールーズの国立高等美術学校で学び、同僚の学生、彫刻家を目指すアントワーヌ・ブールデルや画家を目指すアンリ・マルタンやアンリ・マレと親しくなった。この頃は、 薬剤師になる勉強もしていたが、美術に専念することにした。1881年にパリに出て、翌年、エコールデ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルや、ジャン・ポール・ローランスに学んだ。友人のブールデルを通じて、彫刻家のアリスティド・マイオールと親しくなり、共同でパリにスタジオを開き、1888年までパリで貧しい修行時代を送った。 パリでは、ジョルジュス・ーラや、ポール・シニャックといった、新印象派の画家や、カミリ・ユピサロに影響を受け、天病の技法を用いた作品を描いた。1891年に結婚した。1894年に、アンデ・パンダン展に出展するが、批評家から評価は好ましいものではなかった。1890年代の末に、父親が亡くなった後、オード県の海王に住み、 周辺の風景が主に描くようになった。作品は何度か展覧会で落選し、天表の技法も使ったり使わなかったりしたが、例えば、モーリス・ファブリのようなコレクターには評価された。ありがとうございます。